日本中国地方広島県広島市中区広島本通り商店街広島本通り商店街は広島市中区にある商店街この項目では行政区の本通りについても合わせて扱う通称本通りとして親しまれている広島本通り商店街アーケード区域と本通りの行政区域国土交通省国土画像情報をもとに 作成東西577メートルの商店街であり、商店街の西の原爆ドームや広島平和、記念公園もほど近い。東端は広島近座街商店街と並木通りに接続している。本通りは終日車両通行止めとなっており、本通り商店街の北側の通りである中の棚商店街や南側の通りである、袋町裏通り、神谷町付近や、 地下街の神谷町シャレを八丁堀付近と一体となり今日では中四国一の繁華街として多くの人々で賑わっている。現在、本通り商店街を構成する住居表示は本通りのほか、神谷町二丁目や大手町一丁目がある。本通りの行政区域の郵便番号は730-0035、人口は171人。商店街のホームページでは、便宜上、 本通りを本通り1丁目から本通り3丁目、上谷町2丁目を本通り4丁目、大手町1丁目を本通り5丁目と案内しているものも見られる。小井町通りの本通り横断歩道に面する川や町ビルには街頭大型ビジョン、ナビアも設置されている。現在の道路は広島市道であり、路面には西国街道、川谷町、 平田山町などかつての町名を記した9個の石碑が埋め込まれている。かつての西国街道の一部である。原爆により一旦は壊滅状態となったが復興し、1954年にはアーケードを設置し、1992年にアーケードの掛け替えを行った。商店街の西の原爆ドームや広島平和、記念公園もほど近く、原爆で壊滅するまでは、 中島町まで商店街が続いていた。先代の本通りのテーマソングは、無名時代の雪沙織が歌唱。1965年の町名再編前は、川谷町、鉄砲谷町、杜谷町、西魚谷町、張間谷町、東雄屋町、平田谷町、細区町、猿楽町,町、横町などの町名だった。広島電鉄本通り電停アストラムライン。 本通り駅出入口本通り駅周辺広島、電鉄の以下の路線、電停が利用できる。アストラムライン本通り駅下車、国道54号線と本通り交差点で交差する。アパレル店、飲食店、雑貨店等が営業しており、店舗の多くは、広島本通り商店街振興組合に加盟している。戦後の高度経済成長期以降、 近代的なビルへの建て替えが進んだが、西国街道時代に創業した老舗店も存在している。行政区が本通り以外になるものについては、施設の頭にをつけている。施設の規模が大規模である、または老舗について、特にリストアップしている。広島パルコ本館、サンモール本通りヒルズ本通りヒルズ前には、黒田裕樹の石碑がある広島アンデルセン長崎や、 被爆後の下村時計店。左に見切れるのがキリンビアホール。デオデオコンマート広島。ありがとうございます。